ルーク・ロック・ホールドはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州サンタクルーズ出身。アメリカンキックボクシングアカデミー所属。元 UFC 世界ミドル級王者。元ストライクフォース世界ミドル級王者。父親がプロバスケットボール選手。兄がプロサーファーというスポーツ一家に生まれる。初めての格闘技経験は6歳から10歳頃まで柔道をやっていた。 中学からレスリングを始める。高校まではレスリングをやっていたが大学ではレスリングをやめ夢であった総合格闘家になるために高校から始めていたブラジリアン柔術に完全転校した。友人の紹介で2006年にアメリカンキックボクシングアカデミーの入門テストに挑戦。打撃経験なしながら UFC 選手とのスパーリングでハビア,アーメンデス会長から高評価を受けた。 2007年6月、地元カリフォルニア州で開催された世界充実選手権に出場し、青帯と脳儀の紫帯で優勝を果たした。2007年7月、プロ総合格闘家デビュー。2008年2月1日、ストライクフォスに参戦。ストライクフォス世界王座獲得2011年9月10日、ストライクフォス、バーネット VS。 ハリトーノフのストライクフォス世界ミドル級タイトルマッチで王者ホナウド・ジャカレーに挑戦。多彩な蹴り技で試合を終始コントロールして3から0の 5R 判定勝ち。王座獲得に成功した。2012年1月7日、ストライクフォース6ホルド VS ジョルディーンのストライクフォス世界ミドル級タイトルマッチでキース・ジャーディンと対戦し 1R 終盤に 右フックでダウンを奪いパウンドで1キコ勝ち。王座の初防衛に成功した。2012年7月14日、ストライクフォース、ロックホルド VS、ケネリーのストライクフォース世界ミドル級タイトルマッチで、ティム・ケネリーと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2度目の防衛に成功した。2013年、ストライクフォースが UFC に統合されたため、そのまま UFC に移籍。 2013年5月18日、UFC 初参戦となった UFC On FX8 でミドル級ランキング2位のビクトー・ベウフォートと対戦し、1R 中盤に左バックスピンキックでダウンを奪われ、追撃のパウンドで小負け。UFC は黒星スタートとなった。2014年1月15日、UFC ファイトナイト6ホールド VS。 フィリップでミドル級ランキング10位のコスタ・フィリッポーと対戦し、左ミドルキックで 1RKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年4月26日、UFC172 でミドル級ランキング13位のティム・ボッシュと対戦し、横三角締めで固めた姿勢から、木村ロックを極め 1R1 本勝ち。2014年9月29日、 アディダスとスポンサー契約を結んだ。2014年11月8日、UFC ファイトナイト、ロックホルド VS、ビスピンでミドル級ランキング9位のマイケルビスピンと対戦。ニアールに、左ハイキックでダウンを奪い、マウントからのギロチンチョークで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年4月18日、UFC オンフォックス15でミドル級ランキング2位の、 両と町田と対戦。グラウンドで試合をコントロールして、リアネーキドチョークで 2R1 本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2015年12月12日、UFC194 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者クリス・ワイドマンに挑戦。序盤から一進一退の攻防を繰り広げ、3R 終盤にテイクダウンを奪い。 マウントをダッシュして、パウンドとエルボー連打で、ストップ寸前まで追い込み、4R 序盤に再び、テイクダウンを奪って、パウンドで TK を勝ち。ストライクフォースに続いて、UFC の王座獲得に成功し、ファイトオブザナイトを受賞した。世界王座陥落2016年6月4日、UFC199 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、 クリス・ワイドマンとの再戦が決定するもワイドマンのヘルニアによる負傷欠場で大役のミドル級ランキング4位の挑戦者マイケル・ウィスピンと再戦。オッツでは圧倒的に有利であったが下馬票を覆され左フックで 1RKO 負け。初防衛に失敗し王座から陥落した。2017年9月16日1年3ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト 6ホルド VS ブランチで、ミドル級ランキング9位のデビット・ブランチと対戦。1R に、ブランチのパンチ連打で、足が止まったものの、2R にテイクダウンを奪い、バックマウントからのパウンドで、ギブアップ勝ち。2018年2月11日、UFC221 の UFC、世界ミドル級暫定王座決定戦で、ミドル級ランキング1位のヨエル・ロメロと対戦。 ローキックを効かせるものの 3R に左フックでダウンを喫したところに追撃の左アッパーで失神小負け暫定王座獲得に失敗したこの試合はロメロが2.7ポンドを体重超過したことによりロメロのファイトマネーの30%をロックホールドに譲渡しロックホールドが勝利した場合にのみ暫定王座のベルトが与えられることとなっていた 2018年11月3日、UFC230 でミドル級ランキング3位のクリス・ワイドマンと再戦する予定であったが、ロックホールドが負傷欠場したため、ワイドマンは同大会でデビット・ブランチと対戦予定であったホナウド・ジャカレーと最終的に対戦することとなった。2019年7月6日、ライトヘビー級転校初戦となった UFC239 で、 ライトヘビー級ランキング6位のヤン・ブラホビッチと対戦し、クリンチからの離れ際に左フックを被弾し、パウンドでニアるル失神小負け。試合後に顎を骨折していたことが分かり、UFC 代表のダナホワイトから引退勧告を受けた。スタンドでは長い足を生かした強烈なミドルキックやブラジリアンハイキックを武器としており、基本的に打撃を、 無駄打ちすることが少ない堅実なスタイルを持つ。グラウンドでは、極めの強さを持ち、ティム・ボッシュ戦では三角締めを極めた状態で同時に、木村ロックを極めるという充実テクニックを披露した。近年は、打撃のディフェンスの甘さが指摘されており、打撃をガードではなく、スウェーでかわす癖があるため、その際に打撃を被弾することが多い。ありがとうございます。